こんにちは。こんにちは。こんにちは。朝から少し間違えた。今日はね、もうお昼っていうか、もう3時、今3時ぐらいか。さっきじゃないか、お昼ご飯、今日ラーメン食べてきた。夜は分からない。そう、豚骨ラーメン、豚骨。配信16時までするね。4時、1時間ぐらいかな。16時になったらランキング。今日暖かいね。今日暖かいよね、びっくりした。今日は暖かい。昨日めっちゃ寒かったのに今日の方が暖かい。ギリされるなんて。なんでイギリス？イギリスだ。イギリス寒そう。わかんないけど。行ったことないかわかんないけど寒そう。アイス、昨日ねアイス、そう、行こうとして友達とご飯行って、その後にアイス屋さんに行こうとして行ったんだけど、その店までなんか並んでてね。でなんか寒い中並んで、また冷たいもの食べるのもなーって言って、アイス食べたくって言ったくせにって言って、次あ、じゃあそれならなんかドーナツ行こうかって言って、ドーナツ屋さん行って、でドーナツ屋さん行ったら閉店1時間前とかでね、あんまなくって、ドーナツの種類がちょっとしかなくって、でなんかじゃあやめようかってなって、結局カフェに行って、なんかラテ飲んだ。結局そう。2回ぐらいさ行こうと思った場所やめて。普通にカフェ行って
でもそこもか、そこのカフェも結構人いたんだけど、でもアイス屋さんよりかはまたなさそうだったから、ちょっとだけ待ったら入れた。確かに昨日土曜だったからね、だから多かったのかも人が。まずご飯屋さん入るまでも人多いっていうか、店がどこも多くって、30分ぐらい歩いてやっと入れそうな店見つけてみたいな。髪が どこも混んでたんだよね。小林さん、あれもあるかもって言われた、お母さんに。今日じゃないわ、今忘年会シーズンだから、人多いのかもねって言われた、多かったのかもねって。そう、最初にねいいなと思って2つあったんだけど、行こうかなって友達と話してたお店があったんだけど、予約していこうと思ったらちょうどいい時間というか全然空いてなくて、もう5時とかか9時とか、9時ちょっと遅いじゃん、で5時はちょっと早くない、夜ご飯食べるにしてはと思って、なんかもう普通に行って空いてる店探すかみたいに言ったら全然どこも空いてなくて、30分ぐらい外歩いて全然空いてる店なくて、お店選ぶのがまず大変だった。予約いっぱいで行こうと思っていたお店ね。でもちょっとなんかこうおしゃれな感じのなんか料理とかがある店で、まあ、確かに人気そうなお店ではあったのだからやっぱ空いてないのかなみたいな、もう前日とかに予約しようとしたから、前日の夜とかに遅かったから、だから空いてないのかなと思ったんだけど、どっちも違ったみたい普通に土曜日休日だからっていうのと、今忘年会シーズンらしいからだから人が多くて、どこの店も人多くてだからみたいもう遅いのもあったからだけど なんかでも人気そうだった、なんとなくちょっとおしゃれなメニューとかがあったりするお店だったから。待って、忘年会シーズンなんだね、知らなかった。でも確かに12月だでも私たちが行ったお店も普通に人多かった、どんどん増えてた。やっぱどこも人いっぱいなんだね、土日とかだとね。ご飯屋さんなんかいろいろ食べたんだね昨日。
そう、もう予約なしだったらもう無理みたいな感じだった。そのぐらい人がいっぱいいた。予約取って行ってない。予約取ろうと思った店がいっぱいすぎて、いい時間帯がなかったから、早いか遅いかだったから、だからそう、なんかどっか空いてる店入るにしようかってなって、そう、だから予約してない。予約していこうと思ったんだけど、でも行ってみたいから今度また行こうかな。そこもっと早く予約してもっと早く予約してさ、気になるから。美味しそうだったんだよね、そのお店。今日の予約今日行ったラーメン屋さん、ラーメン屋さん予約してないラーメン屋さんって予約すんの、あれ予約するもんなの。お店予約するもんな。お昼はラーメンだ。ラーメン予約したことないな。普通に予約しないで言って。で、確かに予約しないでいいでしょ私も拾わないで予約する。あー確かにね、アプリあるもんね、配車アプリみたいなやつ。モフラしてない。でもめっちゃ寒かった昨日。すればよかった何もマフラーせずに行ったけど、めっちゃ寒かったね。ずっと友達と寒いって言ってたもん外にいるとき寒すぎて。風吹いてた気がする、あんま覚えてないけど確か。めっちゃ寒かった。昨日はね、ズボンとかじゃなくてスカート履いてたから余計足がね、めっちゃ寒かった一昨日の方が寒かった。一昨日は昨日別に夜ご飯を食べに行ってない。夜がね寒かった。昼は寒かったけど、でもそんな、昨日はね夜ご飯を食べに行ったんだよね友達と。一昨日は夜外出てないか分かんないよ
ピザの日、ピザだったか。どれがその日かかな。確かにそうだったかな。例えば昼にカフェ行って、もう最近カフェ行きすぎてわかんないのよ。もう毎日カフェ行ってたから。わかんない。山菜カフェとか、山菜カフェとかあるのかな。でもありそうだよね。置いてあるかは知らないけど。いいな、山菜カフェあったら行きたい。好きだから山菜。ありそうだけどわかんない。あるのかな、そういう山菜メインのカフェ。古民家カフェっぽいところにありそうじゃない。山菜好きなんだよね。ゼンマイとか。あ、わらびじゃなくて、わらびか。わらびも好きだと思うけどな。あんま食べないから。わらびよ。きのこも好きだよ。山菜とカフェは、ね、いや、なんか古民家カフェみたいなとこだったらありそうじゃない。ありそうじゃない。なんかもう、おしゃれなカフェとかじゃなくってさ、古民家カフェみたいなとこだったら。ありそう。古民家。わかんないけど。コーヒーとせん、うん、でもそ、古民家カフェ、古民家のカフェってさ、別にいろんなのあるじゃん。え、でもそういうみ、え、古民家のカフェもあるよね。なんか和食の感じの。だから別にありそうじゃない。関西のね、なんかカフェじゃなくても別に普通にご飯屋さんあったら行きたいな。ありそうだよね、そういうのいっぱいのご飯屋さん。山菜そば食べたことないかも。うん、おこわとゼンマイの煮物ぐらい。あんまナムルとかでちょっとぐらいじゃない。あんまね、ないよね食べる機会山菜。
のせいか長い髪あるかと思った。なかった。確かに山菜の天ぷらいいね。天ぷらあんま食べたことない気がするけど美味しそう。天ぷらも好き。おやき、おやき、おやきってなんか入ってるやつだっけ。あんま食べたことないんだよな。おやき、そんなに好き。ショッピング今日はね、ショッピング昨日ね、あのさ、よく私がメイクの時に使ってる鏡があるんだけど、あの鏡が妹に割られちゃって、それ買ってきた鏡くらい。この後は別にもう買うものないからな。買うものがもうない。買った鏡買ったからないもん。あと今パックマンの鏡ずっと使ってたんだけど、あれめっちゃ前から使ってた。だから新しいのを買ってきた。同じものも売ってないと思う。なんかね、あれ3COINS で買った、なんかね期間限定、なんか3COINS さ、たまにてかよくなんかそういうさ、アニメとかキャラクターものとさコラボしたやつを期間限定で売ってるんだけどさ、それで買ったんだよね。だからもう売ってないんじゃない別にあれじゃなくてもよかった。鏡別なんでもまあいいや。だから売ってないんじゃないか。しかも結構前買ったの。いつから使ってんだろう。結構前に買った。5年前とか？でも分かんない、いつ買ったか。でもそのぐらい前ずっと使ってたんだよね、あれ。同じの。もう割れちゃったからね、もう使えないから。仕方ないね。あ、結構ずっと使ってた。いつ買ったか覚えてないけど5、6年前グローに買ったやつずっと使ってた。気のない会社で使ってたんだけど夜壊れちゃったんだよね、私がご飯行ってる間に。妹が連絡来た、鏡割れたって。
帰ってきてみたらバキバキになってたから私の買った。ペンギンの鏡20年以上使ってる、めっちゃ物持ちいいね。20年か、すごい。別にごめんって、いやなかったよ別に、ごめん謝られてないけど。いやね、私は床に置いてたらしいんだよ、記憶がないんだけど。床に置いた、床に置いてたから踏んだって言われたえって思ったけど床に置いてたから踏んだって言われた。床に置いてたのが悪いって言われた。置いた記憶ないけど、どこに置いてたか覚えてないんだよな。から新しいのを買いました。カラコロ買いに出てくれた。カラコロそろそろ食べたいな。今週食べよう。グラコロ、あれも食べたいんだよね。ビーフシチューパイだっけ。ちょっとだっけ。6か8ぐらいから始まる。6かな6日かな。ビーフシチューパイあれ食べたいから、そのビーフシチューパイも食べたいから、それが始まってから行く。グラコロ一緒に買う。ビーフシチューパイとグラコロ。だからね、まだ行かない、もうちょっともうちょっとできます。まだビーフシチューパイ始まってないから。米田も行きたい。米田もなんだっけ、あのグラコロ出るから、米田のグラコロも食べたい。今日ダブチ食べた。ダブチか、私ダブチ食べたことないや。食べたことないマックのメニュー結構あるあれはない、サムライバーガーみたいなやつあるよね。それも食べたことない。気になるんだけどね、ないんだよね。あと朝マックのやつは食べたことないのほとんどだし、サイドメニューのなんかハッシュドポテトある、でもなんかマックグリドルとかそういうのあるよねとかない。でもモーニング行かないモーニング行くために朝起きようってなんないんだよね。だから行かない、モーニング。ホットケーキないな。あれパンケーキか、プチパンケーキみたいな、あれ別物だよねきっと。一緒？なんか甘いソースかけてさ食べるやつ、リンゴみたいな、あれとは別だよね それしかない。ホットケーキないな、普通にホットケーキない。ああそれ食べたことない。サマックはね、めちゃ前に月見マフィンと、去年か月見マフィンと、ハッシュドポテトを何回か食べたことあるぐらい、それ以外多分ない。サマックだけのメニューホットケーキないよ。でもプチパンケーキだっけあれ、
合ってるかな、プチファンケーキ好き。あのなんかあのソース美味しい、ソースなんかリンゴみたいなリンゴみたいなソースだよねあれ、美味しい。ビーフハヤシグラコロ食べながら配信見るの正解え、ビーフハヤシグラコロ私が食べたい方だそれ。普通のグラコロじゃなくてさ、そっちの方食べたい。普通のグラコロも絶対美味しいけど食べたい。そのビーフハヤシグラコロとビーフシチューパイ名前似てる、ビーフシチューパイ。あ、でも林とシチューだからちょっと違うけど、どっちもビーフ。ビーフシチューパイだよね確か。確か。2回行っても、いやね、他のところも行きたい。あの米田とロッテリア行くか分かんないけど、米田も行きたいんだよね。マック2回目、マック行って次は米田行きたい。マック行ってマックまたじゃなくて、マック行って米田がいい。あとロッテリアもさグラコロあるじゃん。ロッテリアのグラコロもちょっと気になる。行くかは分かんないけど、まだ分かんない。米田のグラコロは高め？あ、値段が？でもなんか大きいんでしょ米田の。なんかハンバーガー系も米田って。うん、見たことないからわかんないけどさ。大きいんでしょ。あ、だから。しかしない。米田のグラコロ。だいぶ大きいんだ。いや楽しみだな。この前さ米田行った時さビーフシチュー頼んだのかな確か。でなんかこう米田パン系カツパンとかなんかサンドイッチとかかな頼んだらなんかすごいでかいんでしょ。ビーフシチューはね結構割とそんなめっちゃ大きいとはならなかっためっちゃ美味しかったけど、そういう系頼んでみたい。だからビーフシチューとパン、あ、そうそう、それそれ、パンついてくるやつ美味しかった。あれビーフシチューってあれさマッシュポテト入ってるんだね。マッシュポテト入ってるビーフシチュー初めて食べたかも。そんな気がする。その米田さん今まで3回行ったことがあって、1回はモーニングで、2回目になんかミルクコーヒーみたいなのじゃん、あれとなんだっけなんだっけ、あ、シロノワール、ミニシロノワールちっちゃい方食べて、そうだからご飯系食べてなくて、その2回目。まあでも1回目もさご飯系っていうかさモーニングだからさ、の時はなんかバナナジュース頼んで、でモーニングでなんか食パン食べてみたいな感じで、食事券頼んだことなくて、だからこの前ねあのビーフシチュー頼んだ。美味しかったビーフシチュー。シロノワールまた食べたいな。なんか私そのさ白のワール前頼んだ時はなんか白いシロノワールみたいなちょっと違うやつで、普通のやつじゃないの頼んだのが
白のもある。普通のやつ食べたことないだから。普通のも食べてみたいな。ちょっと違うのかな、味。普通の白いのなんか、ね、甘くて美味しかった白いシロノワールみたいな。確か黒ノワールとかもある。なんかあるよね、黒の名前それじゃないけどさ、黒いやつ、黒ネイジュみたいな。やったっけ、なんかあるよね、そんなの。黒いバージョンのも確か。普通の白のアールも普通に美味しい。で次普通の白のアール。でもさ2個って厳しくない？1人で行っちゃったら誰か連れていこうかな1人でさグラコロとさミニ白のアール、メニューだとしてもさきつくない？両方食べたいけど誰か連れていこうかグラコロだって大きいんでしょ、それかめっちゃお腹すかしていくかめっちゃお腹すかしてなぜ一緒に食べようとする。いやなんかもう何回も行くのめんどくさいから一回で終わらせたい一回で食べたいの食べたい。何回も行くのはちょっとめんどくさいんだよねだから一回行った時にもその自分が食べたいのを飛んでしまいたい。でも確かに白のあるは確かに期間限定じゃないから、あいつ行ってもあるか。普通のだったら。でもグラコロは期間限定だから。確かに白のワールは別にいつでもあるか。確かに。でもね行けるか分かんないや、行きたいけどグラコロ食べに米田ちょっと分かんないけど行きたいんだけど行くか分かんない。マックは絶対に行く。マックはそのビーフシチューパイが始まったら6か8なんだよね、忘れたけどどっちだっけ。6、6日か8日に始まるから、ビーフシチューパイがそれが始まったら行く。今週中に行きたいなーって感じ。行くか微妙だけど行くかな。そのビーフシチューパイがさ始まるってさ知るまではもうすぐ行こうと思ってたんだけど、グラコロ、マックのグラコロ。でもビーフシチューパンも食べたいから、もうどうせなら始まっていこうかなと思ってもうそれもあれと一緒、米田と一緒で、あの一回でも両方頼みたい、何回も行きたくないだから6日からか6日からじゃあ6位以降に
回でも食べれたらいいね。F シチューパイとクラコロ。いろんな店はしごして一回で済ますか。いろんな全部行ってってこと？マックとなんだっけ、この間とロッテリア。じゃあもうハンバーガー3つは買うって確定ってこと？やばすぎ。そんな食べれない、それは無理、それは無理、それは無理だね。無理だよ、1日3食あれじゃん、グラコロになっちゃう。それはちょっと嫌。1日1店舗。無理。全部は無理だ。いやグラコロ好きだけど、1日全部グラコロはちょっと嫌、重い。全部それは飽きそう、味美味しい。やめとくわ、さすがに。好きだけどね。なんかあれだな、時間分かるの持ってくればよかった。弟スイッチ使ってんのかな。ないや、分かるもの。37分か、ありがとう。なんかお前さ、あのずっと止まってるか、なんか時間が全然合ってない時計がこう目の前あったんだけど、だから全然あの参考にならない時計があったんだけど、なくなってるわ。いつの間に。ここにもなんかね、もうなんか箱に入ってるさ腕時計があるけど、これも合ってない。動いてはいるんだよ、動いてはいるんだけど、まあね、3時28分指してる、全然合ってない。何時って言ったっけ、勝手に合わせようかな。3時37分、15時、 PM だから合ってるか。なんかライトついた、何これ、なんかわかんない、難しい、この時計これ誰のか知らない、勝手に去ってる。弟のかな、ん、わかんないな、なんかいろんな使い方が。わかんないよ。時間合わせようと思ったんだけどさ。動いた動いた。何分今？40分？ありがとう。でもなんか、お、なんかピッて言った、な、何これは。これ何？
だろうこれ。わかんない。これなんだろう、何のやつか知らない。ちょっとやり方が分かんない、いろいろ設定の。時間はここはわざったんだけど、タイムって書いてるところのやつはよくわかんない。いや、よくわかんない。誰のか知らないし、いや誰の時計かわかんない。わかんない、誰かの時計。放置してるから言わないじゃない、わかんないけど。なんだこれ、イヤホン出てきた。時計かと思った。なんかね、ずっとね秒針の音がしてるんだよ。うん、秒針の音がしてるんだけど、どこに時計があるかわかんない。まあ、あったところでそれがさ時間合ってるのかもわかんないけど。まあいいや。両親の音してるから、二段ベッドの中きっとあるんだろうけど、向こうに時計が、置き時計が。見つけて持ってきたところでね、あの時間が合ってるかわかんないからいいや。時間合ってなかったらです意味ないからね。何食べ、お昼はねラーメン食べて、夜はまだわかんないです何を食べるか。気分夜の気分で決めます。もう決めてないから、何食べるか。ピシュンって聞こえる。そうだから、どっかにね、でもここから聞こえるから、ニダベッドの上にきっとあるんだけど、どこあるかわかんないし、いや時間も合ってるかわかんないしね。持ってきて全然違ったらさ意味ないじゃん。意味ないじゃん、だって見ても全然違う時間なんだもん。だからもう持ってこない。食べてるラーメンはね、いや太麺じゃないね、細麺じゃない、多分太くない、あんま、うん、あんま太い、太くない気がする、細麺な気がする。今日行ったところも細麺だったかな確か。スマホの時間はね、ショールームしてると見れないんだよ、表示されないから。充電のどれだけあるかとかもなさ出るじゃん。普通に携帯触ってたらさ、携帯のさ右上に出るじゃん。でもショールームしてたら出ないから、そう一回あの配信を止めて時間とか見るしかなくて、そうだから分かんないんだよね。携帯画面、携帯縦にしてたら見えるかも、だからかもだけど、横にしたいから見れない、出ないんだよね。
いや、こってりじゃなかった、豚骨だけど。替え玉はしない、しなかった、あんまり替え玉しない、ラーメン食べて。画面上部スライドしたり、それしたらあの配信が止まるんだって配信が止まっちゃうんだって。それしたら見れるけどね、配信あのしたら時間と今の充電どのぐらいあるか見えるけど配信が止まる。紅生姜は入れないね、好きじゃない。出ないです。以上。タンポの使い方、あ、なんか電気タンポみたいなやつ、うん、わかるよ、この前使ってた、妹の借りて充電して、だからわかるよ使い方。のコンセント妹さんが、あの妹2人ともね、電気湯たんぽ持ってて、電気湯たんぽ充電、あ、そう充電式の湯たんぽ持ってて、そう1人の妹がいた。2人とも持ってる妹。弟は持ってないけど、妹は2人とも充電式の湯たんぽ持ってた。そう、あ、妹はそう、あの湯たんぽを寝てる時に、寝る時に使ってる。時見たらさっきさ針の方は合わせたから時間ちょっとは分かるかな。ちょっとき何かいろいろさついてるやつよく分かんないんだよな、使い方が。この腕時計今50分ぐらいでもね、使い方がよく分かんなかったでもその時間のさ針のやつ、そのなんかだけ合わせた、それがちょっとよく分かんなかった、やり方が。
ル毛布とかもマジで温めるやつある。あ、そうなの？すごっ。もうなんか電気毛布、電気ブランケットみたいな、ああいう感じってことみたいに温めれるってこと。すごっ。すごいね、便利だね。そういう系の使ったことない。電気毛布とかも使ったことない。電気カーペットはねあったかな。いやなんかね、一日こたつを、こたつをなんか出さないから電気カーペットをね使ってたような気もするんだけど、ちょっとあんま覚えてないんだね。電気カーペットはあった気がする。絨毯、電気絨毯、電気カーペットか、電気カーペット。でも電気毛布とかは使ったことない。あったかそう、あれ。出さない代わりにね。寒すぎるから、なんかもう1月とかもうちょっとしたらさ、寒すぎるからね。電気カーペットはあった気がする。お父さん出さないんだけど。床暖房ね、確かにね、床暖房良さそう。床暖房のところあんま行ったことないか分かんないけど、確かに。だってさ、廊下とか歩いててもさ寒くないんでしょ。よくない？めっちゃ冬の廊下めっちゃ寒いもん。もう冬はだからあのスリッパ履く、廊下歩くとき。なんかそれ以外はさ、夏とか冬以外、そんな寒くない時以外はスリッパも履きたくないの。あ、なんか家の中裸足がよくって私。だから履かないんだけど、冬はね裸足がいいんだけど、本当はね裸足がいいんだけど、スリッパ履かないと寒すぎて歩けないから廊下。だからちょっと冬だけ、冬だけスリッパ。そう、今ねスリッパないと歩けない廊下。だから廊下も床暖房ついてたら最高だよね。スリッパいらないじゃんね。本当はねスリッパ履きたくないんだけど、冬も。でも履かないと寒すぎて歩けない廊下を。歩けないから。確かにそう、夏はねいいんだけど、全然。冬以外は最近だからね、新しいスリッパ買った。もう廊下が寒くて冷たくって、もうだから新しいスリッパを買って廊下歩く時だけそれ。そう、モコモコのやつ、もう冬しか履かないから、夏は履かないから、モコモコのモコモコのやつか。だから夏も履くんだったらモコモコじゃないやつでいいけど、冬しか履かないスリッパ。あとなんかさ、かかとがあるタイプのスリッパなんていうの、かかとがあるなんかちょっと靴っぽいやつなんていうの。
なんかそっちのタイプのスリッパが好きなんだけど、あ、そう、ルームシューズ、そうみたいな、スリッパっていうルームシューズみたいなスリッパが好きなんだけど、なくて全然どこ行っても普通のスリッパ買った今年は。なんかそっちの方がさ歩きやすいから好きなんだけど、階段登る時とかさ歩きにくいじゃん、上がりにくいじゃん、階段上がってる時にスリッパ脱げそうになっちゃうから。だからそう、なんかルームシューズみたいなやつが好きなんだけど、なんか売ってなくってどこにもなかったから普通のスリッパにした。ルームシューズの方が歩きやすい。脱げないじゃん簡単に、だから好きなの。スリッパの方が脱げやすい、履くのめんどそう。え、そう、それお母さんにもめっちゃ言われるの。てか他の兄弟はスリッパ派なの、お母さんとか履くのめんどくさいよみたいな言われて、いやでもそのスリッパの方がね歩きづらいから私は嫌なのよ。絶対にルームシューズがいいんだけどちょっとなかったから、もう今年はスリッパ。でもね、私が買ったやつそんなに脱ぎやすくないから、まあ、まだいいや。まだ。あ、全然サンリオのやつじゃない。もう普通のもこもこ茶色のもこもこのスリッパ。全然違う。え、サンリオのやつをね買っちゃうと、え、持ってるな、持ってるんだけど、シナモンのスリッパ、え、シナモンなのよ、真っ白、ちょっと汚しそうで私履けなくって、え、まだね保管してある。めっちゃ前にショールームのなんかサンリオのさコラボのイベントがあって、あのシナモンのグッズをたくさんいただいてね、その中にシナモンのスリッパが入ってたの。でも白いから汚しそうで履けなくって、そう、まだ履けないでいる。可愛いからね、汚したくなくって絶対に。なんかシナモンのさ、なんていうのかな、なんかちょっとぬいぐるみみたいな、マスコットみたいながついてるやつ、プリントされてるやつじゃなくて、おぬいぐるみみたいなのがついてる、なんかぬいぐるみみたいな、なんていうのかな、全体的になんかそんな感じの素材のやつで、汚したくないから履けないでいる、まだ絶対に汚したくない。だからそう、まだ袋に入ってる。耳ついてる、そうそう、耳ついてるの、可愛いんだよ。だから汚しても、全然汚してもいい、100均のスリッパ履いてる。100均の200円か300円のスリッパ、モコモコのやつね。そう、履いたら汚れるじゃん、だからね履けないでいるんだよ。そう、まだ袋に入ってる。シナモンはちょっと汚したくない。いや履きたいんだよ、履きたいんだけど汚れるじゃん絶対に、だから履けない。もうだってそのさシナモンのスリッパ入ってさ、キッチンとか絶対に行きたくないもん。キッチンで料理とか絶対にしたくない。あ、16時ありがとう。じゃあ何着ようかな。だってさシナモンのスリッパ履いてさキッチン立って料理してたらさ、もし何かさ、例えば醤油とかがさ、油とか醤油とかなんか飛んじゃったら最悪じゃない？だから履けないのよ。汚したくなくて。じゃあ13位からランキング見まーす。13位、ヒンメルさん、ありがとうございます。
12位、香港のアルマットマーク、京香おいしさん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、京夏アットマーク、今日も明日も明後日も京香おいしさん、ありがとうございます。9位、9位、ボイドさん、ありがとうございます。8位、にゃこさん、ありがとうございます。7位、くみさん、ありがとうございます。6位、にゃほそさん、ありがとうございます。5位、こくよさん、ありがとうございます。4位、フロマンさん、ありがとうございます。3位、りゅうせいさん、ありがとうございます。2位、わたあめさん、ありがとうございます。そして1位が、かざとマーク、きょかたむすさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。夜はね、夜もまた配信する。何時ぐらいになるか分かんないけど、何時になるかな、10時とかそこらへんなるかな、多分。夜も配信します。1時間か1時間半ぐらい。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。じゃあまた夜の配信で。ありがとうございました。またね、バイバイ、また後で。